21分間停車いたします。ここ日本行きは駅舎など築100年前後の建物が7棟も残り、まさに鉄道遺産の候補です。停車時間がございますので、私車掌がここ日本行きの歴史ある建物をご案内いたします。開業以来今年で110年を迎える鉄道遺産日本行き、ご興味のあるお客様はぜひホームにお降りください。また駅舎の中では地元の皆様が運営するカフェ里間ルームが営業中です。この春作りたての吹き味噌や干し芋、干し柿など農家さん手作りの素朴なお土産品を販売しております。こちらもぜひご覧ください。さて進行方向の右側になります。街並みが見えておりますが、こちらが日本行き駅前の街並みです。この街並みの反対側に日本行きがございます。列車は駅の下を通過いたしまして、駅の前方に出てまいります。この辺りで進行方向の右側、後方をご覧いただきますと、日本行きをご覧いただけます。このように本線の坂道の途中にあり、少し離れた平らなところに駅が作られております。駅の前方に出まして、この後バック走行で日本行きに入ります。そして列車の前方には大きな囲いのようなものが見えてまいりました。これは雪囲いという建物です。この付近は標高約200メートル、1メートルは雪が積もる豪雪地帯。水地バックの際に使うこの部分は窪地で、特に雪が溜まりやすいため、このような囲いを設けて雪から線路を守っております。なおこの囲いですが、建てられたのは1922年、今から99年前のことです。柱をよくご覧いただきますと、中古のレールを使っているのがお分かりいただけるかと思います。戦前は非常に鉄が貴重でしたので、このように中古のレールを使っております。なおこの雪囲いは国の文化財にも登録をされております。それでは間もなくスイッチバックのため進行方向が変わります。皆様十分ご注意ください。
で頑張れ。嬉しい。ありがとうございました。